線、篠ノ井線、飯山線とは踊りたい。お忘れ物のないようお支払いください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。どうも、キモンです。ですね、今現在長野県にいるんですけども、相方の麻婆君がですね、手違いで新潟県に行ってしまいました。果たしてこれからどうなるでしょうか。それではお楽しみください。僕が駅でうろうろしていると、通りすがりのハトマスターから松代に行けと言われたので、僕は松代に行くことに僕がしたので、僕は行きました。バスに揺られること30分。現在、長野県は松代に来ております。ね、やっぱどことなく情緒があるね。ちなみに麻婆君はね、今現在新潟から急いで長野に向かっております。ここ松代町は長野市の南東に位置し、比較的温暖な気候に恵まれ、降雪も少ない場所です。1622年、真田信行が上田から松代に国替えをしたことにより、以後250年間10代にわたり真田氏は松代を治め、松代は城下町として発展してきました。9代目真田幸典が造営した新御殿跡の庭園では非常に美しい風景を楽しむことができ、庭園から5分ほど歩くと武田信玄が築城したとされる松代城にも行くことができます。やっぱり歴史を感じる街並みですね。ね、歴史を感じますね。本当に当時から多分これあるんでしょうかね。あると信じたい。多分ありますね、これはね。当時からそのまま残されているみたいです、ね、このね、なんか白い外壁をね、こう歩くだけでもうね、もうその当時の人になったかのような錯覚に襲われるよね。襲われないよね。全然襲われないわ。全然襲われねえわね。こうやってお堀をこう見ながら歩いてますと、正面に見えてくるのがダダーン、真田邸ね。真田さんのお家が見えてきます。さっきの道を行ってるわけですけども、ですね、真田邸が見えてきました。中に入ります。受付のお姉さんに入場料200円を全部1円で払うと嫌な顔をされた。誰が何と言おうと僕は200円を払った。イヒヒヒヒヒ。この小部屋がですね、お湯殿というところでして、平たく言えば風呂場ですね。この土間のところに水を敷いてお湯とし流して風呂場として使っていたみたいです。水深秋月亭と名付けられたこの庭はですね、非常に、もう本当画面ではお伝えできないほど、素晴らしい僕が撮っていますね。素晴らしい僕がこの素晴らしい庭を撮っています。やっぱ情緒があるね。すごい情緒もあるし、いろいろあります。いろいろあります。僕はこの後歩いて松代城跡にも行ったけど、城壁だけが残っており、中は閑散とした広場だったので、長野駅に戻ることにしましたが、
廃墟が好きな僕の目の前にあるものが姿を現したのです。松代駅の思い出ノートというのを発見しました。これですね、松代駅っていうのがなんかもうないみたいで廃線になってるみたいなんですね。だからその思い出のねことをみんなで残そうみたいなことですかね。じゃあ僕もなんか思い出残しておこう。早く麻婆君来ないかな。麻婆君今新潟なんでね。ね、ちょっとここで話しますと、僕と麻婆君は同じ新幹線に乗ったはずなんですけども、押し着いたっつって麻婆君にね電話したんですよ。そしたらね、麻婆君も着いたっつって、どこいるっつったら麻婆君が突然笑い出しまして、何かなと思ったら、俺新潟に着いたって言う。えっつって、俺長野に着いたんだけどって言ったら、いや俺新潟に着いたって言ってきて、それでね、まあ、新潟から今一生懸命向かってます、走って、頑張ってるんでね、まあどうでもいいんですけどね。どうでした新潟は。新潟どうでした。新潟の牛しぐれ弁当美味しかったです。お前は人を待たすといて。